ピクシーズはアメリカ合衆国のロックバンド。1986年に結成され、初期オルタナティブロックシーンで活躍した。乾いた合音ギターに、ブラック・フランシスの絶叫ボーカルが重なったサウンドは、後のインディーロックミュージシャンに影響を与えた。ボーカルのブラック・フランシスが、九種の選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第67位にランクインしている。 1986年にマサチューセッツ大学アマースト校を中退したフランシスが同級生のサンティアゴをバンドに誘う。ドラムとベースを募集するために地元紙にハスカーュとピーター・ポールマリーが好きなメンバーを求むと募集広告を掲載したところドラムのラバリングと結婚披露式で出会ったディールが来た。ここにピクシーズが完成した。 バンド名はギターの上位サンティアゴが適当に辞書を弾いたところがピクシーズだったためこのバンドの正式名称はピクシーズ・イン・パネプリーであり略してピクシーズと呼んでいるデビューのためのデモテープを制作したところイギリスのレーベル読みエディのオーナーアイボ・ワッツ・ラッセルに気に入られ同レーベルと契約するバンドはミニアルバムのカム・オン・ピルグリムを制作したこのタイトルは 同アルバム内のレバデートミーの歌詞から取られたものである。このミニアルバム制作直後の1988年にエンジニアにスティーブ・アルビニを迎えファーストフルアルバムサーファローザを制作した。このアルバムでピクシーズは世界の音楽界で巨大な名声を手に入れた。翌1989年にはギルノートンプロデュースのセカンドアルバムドリトルをリリース。 同アルバム内の Here comes you a ー e m a n ヘブン Monkey g o n to Heaven はイギリスのヒットチャートトップ10にランクインし、また北米チャートトップ100にもランクインした。1990年にはバンド最大のヒット曲 Dig for Fire を収録したサードアルバムボサノバを制作した。この頃からメンバー内に圧力が発生するようになった。この頃にディールはブリーダーズを結成する。 1991年、ホースアルバム、トロンプルモンドをリリースしたが、結局これが、ラストアルバムとなった。1993年初頭に、ブラック・フランシスは、ラジオのインタビューで、バンドの解散を発表した。彼は、フランク・ブラックに改名して、ソロアーティストとしてのキャリアをスタートさせた。2004年には、ミネソタで再結成を果たし、フジロックフェスティバルにも出演した。 2010年には、サマーソニックに出演した。2013年6月14日、バンドのフェイスブックページにて、キムディールの脱退が発表された。翌7月1日、シンベーシストにザ・マフスのキム・シャタックを迎えて、ヨーロッパツアーを行うことが発表された。しかし、バンドは、同年11月には早くもシャタックを解雇し、翌12月9日にアパーフェクトサークル・ヤズワンの、 元メンバーであるパズ・レン・チャンティンをツアーベーシストに迎えて2014年のツアーを行うことを発表した。2014年4月には23年ぶりとなるアルバム、インディ・シンディのリリース、サマソニー2014への出演。ブラック・フランシスの歌唱は、その人を食ったような歌詞と相乗し、狂気的でありながらも文学的である。それらの狂気が、 キム・ディールの可愛げなコーラスと合わさったピクシーズの形容しがたい表情はアーティスティックなものとして受け入れられヘビメタルともロックンロールとも違うギターミュージックとして多くのフォロワーを生んだフランシスの歌詞の題材になるのは近親相関、歪んだ、レンボ、殺人、キリスト教社会、学歴社会への反発、死生観、自然観、動物観などである初期の作品は スティーブ・アルビに録音などの影響でローファイ、アンダーグラウンド色が強く、剥き出しの音楽を生み出した。その後の作品は、ギルノートンによってプロデュースされ、メジャーシーンに進むにつれて熱いギターが目立つようになったが、その評価はいささかも揺らぐことはなかった。ローリングストーン氏のエーラ・バートンは、1990年代以降のギターロックの本山として、ピクシーズに高い評価を与えている。 ピクシーズに影響を受けたバンドは数多く、ニルバーナのカート・コバーン、U2 の棒のウィーザー、ブラー、Blur、Radiohead、s ニルバーナの代表曲、スメルズ、ライクティーンスピリットは、クリス・ノボセリックがピクシーズの曲のベースラインを演奏している様子に、カート・コバーンがインスピレーションを得てできた曲だと言われている。トリビュートアルバムもいくつか作られており、1999年に、 アメリカでリリースされたウェアイズマイマインド・エイト・トリビュートズ・ザ・ピクシーズにはウィーザー、ナダサーフ、リールウィッグフィッシュらが2000年に日本でリリースされたトリビュートズ・ザ・ピクシーズにはビートクルセーダーズ、ペンパルズ、モーサムトーンベンダー、ナートラがそれぞれ参加している。ありがとうございます。